皆さんこんにちは。今回もウルトラストリートファイターズ頑張っていきます。で今回はトータンさんとのザンギー対ザンギフオールザンギザンギ5連戦いきたいと思います。さあ1試合目は黄色ザンギ対赤ザンギ、転ばして転ばして転ばさない。今のはスクリュー行くべきか、逆につかまれる、追いつかれる、何、うわー、くるくる回してもダメだった。回る回る回る、でギク、逆にアイアンクロー食らう、転ばして、あー、リバーサルダブルラリアット、マジかよ。重ねが甘かった。もしかしてリバーサル時だけ上半身無敵があるとか言わんでな、確認はしてないけど、痛い、6割、よし、めくってこの3ヒット、ナイス、逆転、嘘、いや、ボディープレス全然なかった、やばいやばい、うっす、そう、打点が高かった、やられた。はい、第2戦も当然ザンギ対ザンギ、青ザンギ対赤ザンギ、対空ダブラリ、おっと、ちょっと遅らせたいやし、ぐるぐる回してればよかった。スカシアトミックスブレックスいって、ガードスクリュー、今のは打点高かった、めくらしてもらえない、めくらしてもらえない、いやー、対空ダブラリうまいんですけど、マジかよ、回る回る、打点高い、うー、通常投げチャンス、セットプレイチャンス、ミスった、しゃがみ中足出してたら2ヒットなってたのに、ミスった、先を急ぎすぎてダブラリに意識が行きすぎたか。じゃあ今日ピュッター、ここはアトミックスープレックス、あー怖、ザンギー、さあファイナルラウンドと、回る回る、ナイス、投げない、投げればよかった、あーやばい、オークライスクリュー、うーん、いかん、痛い痛い、うーん、スクリューナイス、対空ダブラリがうまい、よし、チャンス、うそ、今のダブル KO は痛いな、削って勝利のはずだったのに、怪しい怪しい、弱足スクリュー、おこわ、弱足からのファイナルアトミック、パーフェクト勝利、結構結局は勝てたんで良かったと。あーこわ、3戦目ももちろんザンギザンギ、黒ザンギ対赤ザンギ、トータンさんは赤ザンギがメインカラーなのかな、いわゆるノーマルカラーかな、回る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 、ピシュ、回る、いて、うわ、ぐるぐる、これはぐるぐる、ぐる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 回した、対空ダブラリが嫌だな、今のはぐるぐる、もちろんぐるぐる、立ち弱キックって結構フレーム的にはフリフレームがある気がする、まあ正確に調べたわけではないけど、ガードスクリュー、今のは回した、
自力回し。嘘。荒木、今のは確判だろう。さあ回る回る、いていて、やっぱり全身頭突きはあまりよろしくない。マジで、弱足スクリュー、いや今のは中足かな。大足あったらな、ノックバックで離れるからな。ぐる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 、ファイナルアトミック、ぐる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 回す。4戦目ももちろんザンギザンギ、オリジナルザンギ対ノーマルザンギ、ノーマルザンギとかノーマルカラーザンギ、カラー1か。今のは自力、自力スクリュー、ぐるぐるスクリューではない。痛いチョップ、怪しい、痛い、うん、それは無理。チョップ、ジャンプチョップ、あいチョッケ、あ、OK ではないな、 OK ではないな、 OK ではないな、ナイス。ちょっと待って、今日キック、打点高い、今のお自力、自力スクリューの嵐やな、まあ、ぐるぐるスクリューも嵐やけど。さあ第2ラウンド、痛い、垂直ジャンプ嫌だな、対空、あ今のは間合い外かな。うお、うまい、ミス、実はミス、ジャカシファイナルアトミック来た、ドーン、やった。今回のザンギザンギ最終戦、黒ザンギ対赤ザンギ、そしてベガステージ、回る回る、ナイス対空、対空ダブラリがうまい。垂直ジャンプは嫌だけど、垂直ジャンプしすぎだな。大キック、ロケッティア、中足スクリュー、おぉ、ぐる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 、とにかくぐるぐる。ラウンド2、はい、大キックすかしスクリュー失敗、暗いスクリュー、今のも自力、ジャクジャクジャク、今日結構このジャクジャクジャクでうざいよね。ジャクジャク、ぐるぐる、最後もぐるぐる。さあトータンさん、ザンギザンギ、お疲れ様でした。